なあ、シニョリーナ。どうしちまったんだ。具合でも悪いんじゃ。まさか、脅されているのか。なるほど。今すぐ死にたいらしい。前に出ろ。それはすごくわかる。お前が最後の砦だ、オルロック。シニョリーナを頼んだぜ。俺頑張るから。どうした、ニコラ。封印を解く方法のことを考えていた。無理強いはもちろんしたくないけど、もし他の手段が見つからないうちにその必要に迫られたら。その時は手段を選んでられねえかもな。できればそんな真似はしたくねえが。もし鍵の乙女が見ず知らずの女の子だったら、その子がダンテと関係を持つことで生物の封印が解けるって聞いたら、悪いとは思うけどそうしてもらう。僕たちファミリーの存続のために。ヤンが言ってたのはマフィアとして当然の判断だよな。もし鍵の乙女がリリーじゃなかったら、彼女の人権を無視することにこんなに抵抗はなかったと思う。市場を挟んでしまっているんだ。僕は組織を守らなくちゃならない立場なのに。ま、それが人間ってもんだろう。ったく、ファルツォーネのアンダーボスは何かと気苦労が多いもんだな。あなたの部屋に勝手に出入りする人がいないように俺が見張っておく。安心して眠って。
待ってヤン。なんだ、お前も邪魔をするのか。ディレットーレの足取りを追う。そのために出かけるだけだ。ブルローニにとどまっていても大した情報は得られんだろう。俺はフランスに行く。なんだ、そうだ、だが座して待つのも退屈だろう。フランスってディレットーレの生まれた国だよね。だけどそれしか分かってない。あ、もしかしてそれ以外に何か目星がついた？だからすぐに行かなきゃいけないとか？さあな、俺は知らん。分かった。ヤンがどうしても行くって言うなら俺が止める。力ずくで。やる気になったか。それは面白い。やってみせろ、オルロック。あれ、何してるの、ヤン。本気で来い、ウォルロック。遠慮は無用だ。いい暇つぶしになる。廊下で殺し合い？ずいぶん狭いところでするのね。じゃあ僕たちもヤンに加勢する？
廊下で騒ぐな、ガキども。私たちそんなに騒いでないのに。一番うるさいのはヤンだと思うよ。あんた、なんでこんな状況になってるか知ってるか？ヤン、フランス行くの？いいね！僕も行きたい！私も！ヤン、あんたは仕事があるんですから、遊んでないで部屋に戻ってください。はあ？どういうことだ、リー。ああ、もしや俺の聞き間違いだったか。お前は俺に対して随分と偉そうな口を聞いたように思えるが。あんたが求める自責の仕事ってのはこういうのなんじゃないんですか？気に入らないならさっさと首をすげ替えるといい。まあいい、お前の首など俺が手ずから落としてやるほどの価値はあるまい。部屋に戻るのかな。フランス行き、思い直してくれたならいいけど。しばらくよろしくね。ラオ州でうまくやっていけるといいね。応援はしとくよ。おじさん、本当にご飯くれるの？もちろんです。約束しましたからね。しかし、おじさんですか。私まだそんな年ではないと思うんですが、できればお兄さんの方が。まあいいでしょう。ところで坊や、腸詰めはお好きですか？サルシッチャ好き。それはよかった。私これまであまり料理などたしなんでこなかったんですが、いろいろ挑戦してみようと思いまして。せっかく時間も材料もふんだんにありますからね。暇つぶしにはいいでしょう。ではどうぞ奥へ。
さん。いきなり出てくるな。いるならいると最初から言え。あんたには関係ない。リーはユエンと連絡取ってたんだよ。リーファンフィの幹部の一人だよ。ヤンより偉い人。私、ユエン嫌い。僕も、リーは悪趣味だね。俺だって生きるために必要だから、ユエンの下についたってだけだ。別に好きなわけじゃないし、尊敬もしてない。ヤンの方がまだ。いや、ヤンも大概だが。あ、今の問題発言よ。ヤンに言ってやろうと。いいね、言いつけちゃおう。人がされて嫌だろうことをあえてすると、そういうところがクソだな、ガキども。もう怒ってるよね。外で買い食いしてきたらしい。夕食はいらんようだ。自分の拠点に帰って。ラオ州の居心地はどうだ？わざわざ慣れぬ生活様式の拠点を選んだ感想は。
ネズミの巣には教会のつつましさもなければ、客人を歓迎する素養もない。他の拠点に移りたくなれば、いつでも言え。ほう、何がお前を楽しませていると？好きにしろと言って別に構わんが、肝が据わっているものだと少し驚いて。オルロックのいないラオ州などお前を守る者はいないだろうに、部屋から出ていたとは。遠慮しなくても構わんぞ。客人をもてなしてやろう。どうした？気の向くようにする。今は気が向かん。それだけだ。お前も好きにしろ。他者の顔色をうかがうことなく、腹が減っているなら食え。暖かいか。猫舌とは、熱いものを飲食できん人間を指す言葉だな。であれば俺は猫舌ではない。熱かろうが冷たかろうが容易に食べられる。
苦手という表現は正しくないが、単純に舌が忌避するというだけだ。大体過ぎた暑さの料理など味がろくにわからんだろうが。何が言いたい？ガキの頃は残飯ばかり漁っていたからな。冷えたものの方が俺の性には合うらしい。たちから連絡があったよ。明日ファルツォーネに来てほしいって。リリー、何か調べ物あるんでしょ？それ手伝うって言ってたよ。だから明日、私たちがファルツォーネまで送ってってあげるね。一応言っておくけど、寝坊しないようにね。まあ、お前はあんまり寝坊しないよね。心配なのはランの方だよ。私だって、朝はそれなりに起きるよ。お腹空いたら勝手に目が覚めちゃうもん。ふんうん。明日の朝ごはんも楽しみだね。楽しみ。じゃあリリー、おやすみなさい。この屋敷にあった郷土史、教国に関連する本をとりあえず集めてはみた。細部まで暗記しているわけじゃないけど、僕もダンテも一通りは目を通したものが多い。だがファルツォーネでは生遺物と鍵の乙女に関することは基本的に口伝とされている。文書で残しているものじゃないはずだ。先代のカポ、
シルビオ・ファルゾーネも俺とニコラをこの執務室に呼んで一族が背負う使命の話をした。いずれダンテがカポになるとき、君にだけ全てを話すって言っていたよね。いや、正確には父は次代のカポが決まったとき、ファルゾーネの後継者に話の続きをすると言っただけで、俺にとは言っていない。シルビオは僕のことを可愛がってくれてはいたけど、後継ぎは最初からダンテに決めていたと思うよ。そうだろうか。後継者候補が一人なら敵対組織の狙いは花から絞られる。僕は初めから君を守るための隠れ蓑だよ。僕は自分がカポになれるとは思わなかったし、なるつもりもなかった。幹部の一人として君を支えていくつもりだったし。だけどもし僕がシルビオの態度を真に受けてダンテにきつく当たったり選ぶようなことがあれば、僕はきっと不幸な事故にあって今頃ここにはいなかった。血の近い親族なんてうちの場合後継者争いの火種でしかないからね。シルビオはそういうマフィアらしい手腕に長けていた。僕以上にね。話が脱線したね。とにかく本を調べよう。何か新しい発見があるかもしれない。ああ、それは五代前の当主が残した本だ。町の郷土史や神託についても書かれている。内容は当たり障りのないことばかりだが。文章に見えるけど実は違う意味がみたいな仕掛けはあるかもしれないけど、そもそもその仕掛けが読み解けないんじゃここにある本から情報を得るのは無理だよね。しかしファルツォーネには今以上の情報はないと確かめられた。それだけでも一歩前進だ。まだ時間はあるな。シニョーレ・ファルツォーネ、シニョーレ・フランチェスカ、この度は私たちを助けてくださり本当にありがとうございました。そして今日はどうしてこちらへ？Thank you.
になれなくて申し訳ありませんが、私は聞いたことがありません。封印を解く方法はファルツォーネにのみ伝わるものだと聞いています。そうか。話は変わるが、シスターソフィア、何か不自由はないか？不自由なんてとんでもありません。本当によくしていただいています。警察からも先日正式に連絡をいただきました。生活棟の強度調査が終わったそうで、一部補強が必要ですが、大きな問題はないとのことでした。そうか。補修にはうちが出資しよう。それに教会のためならビスコンティもきっと出資したがる。本当にありがとうございます、シニョレ・ファルツォーネ。ファルツォーネもビスコンティもいつも教会のことを大事にしてくれています。まあ聖堂を会合場所に提供してもらっていたしね。僕たちのせいで爆破されたと言っても過言じゃない。私は生活棟の修復が終わればすぐにでも教会に戻りたいと思っています。教会は町の人々の心の拠り所、助けを求めるための場所がいつまでも無人ではいけません。それに子供たちの中にも教会へ帰りたがっている子はいます。もちろん爆発のあった場所に戻ることを怖がる子もいますから、そういう子は様子を見ながら場合によっては別の施設に移れないかと。今後については柔軟な対応をしていきたいと思っています。そうか。何か俺たちが力になれることがあればいつでも遠慮なく言ってくれ。ありがとうございます。もし別の方法があったとしても、それはもともとファルツォーネには伝わっていないのかもしれないね。とすると俺たちや教会絡みではない方向から調べた方がいいかもしれないな。何にしろもう日が暮れる。今日のところは調査を切り上げよう。そうだね、せっかくだから寄ってみる？広場に行けば屋台が出ているだろうし、もうすぐ夕食の時間だし。いや、俺は。
ちょっとくらい混ざっても大丈夫だよ。なんて観光客向けの大規模な催しじゃないんだから。お前は行きたいか？わかった。じゃあ少しだけなら。じゃあ何か適当に買ってくるから、君たちはこの辺りに座っていて。小さな祭りだと思っていたが、随分盛況だな。屋台の数も多い。それはマリーノの影響かもしれないね。2年前だったかな、大規模なブドウ祭りをしたって話だよ。そうそう、マリーノのブドウ祭りのルーツはレパントの海戦の戦勝記念のお祭りらしいね。昔から民族衣装を着た子供たちが聖母像にブドウとワインを捧げていたとか。ああ、それは聞いたことがあるな。盛大なパレードもしているとか。次はどこに行ってみたいと思っている？拠点の前をうろうろしてる子がいるね。ラオ州に用事かな。本当だ。ねえねえ、あなた何してるの？お姉ちゃんたち、ラオ州の人？そうだよ。
ここに金髪のお姉ちゃんっている？いるよ、呼んでくる。ううん、呼ばなくていいけど、これ渡して。え？じゃあよろしくね。何だったのかな今。そう、とりあえずリリーに聞いてみるよ。何かわかるかもしれない。あなたがここにいるってやっぱりファントムは把握してるみたい。何を吹き込んでよこしたのかは知らんが。次の殺しの知らせには違いないだろうな。早速聞いてみるとするか。ねえリリー、聞いてくれますか？私、昔から気になっていたことがありまして。1ポンドの肉を切り取っても人間は死なないのではないかと。最初から殺す目的でそう契約したのであればシャイロックは愚かですし、もし違うなら慈悲深い氷菓子であったのかもなどと思いまして、私以前実験してみたことがあるんです。結果は死にましたとも。すぐに適切な治療を施したとしても、よほどの強運の持ち主でなければまず死んでしまいますね。ともあれ、肉を切り取ることは許されても、血を流すことは許さない。作中ではそれが正論と称賛されていますね。しかし、私にはそれが単なるへりくつのように聞こえるのです。ほら、私、神を信じていませんし。宗教を盾に一方を断罪するようなやり方は、特に好みではなくて。幼心に思ったものです。血を流さずに肉を切り取る方法はないだろうかと。ありますよね。プロの手に委ねればいくらでもできることだと思いません？というのが次のレコードのありかです。今回は少しヒントを与えすぎてしまいましたね。あなたに推理する楽しみを与えられず申し訳ありません。ではまた近いうちに私の言葉を受け取ってくださいね、かわいいリリー。血を流さずに肉を切り取る方法？ファントムか。ある意味では期待を裏切らん男だな。相も変わらず頭のおかしな話しかしない。お前はどうだ、リリアーナ。あの男が聞かせてよこした謎かけの答えはもう見えたか？
おう親父、豚のバラ肉を塊で切り出してくれ。どれくらい欲しいんだ？10リップラは欲しいな。わかった。じゃあ奥から出さないとな。ちょっと待っててくれ。おう。え？なんだこれ。おい、どうした？何があった？警察を。ちょっと待った。死刑は呼ぶんじゃねえ。奥にあるものを見せてもらうぜ。ことと次第によっちゃ、それは俺らファルツォーネファミリーが預かる。今回ファントムの言葉が指していたのはあの戯曲の話だろう。シャイロック、氷菓子、1ポンドの肉、これだけ聞けば容易に思い浮かぶ。答えはベニスの商人。念のため金貸しの家も何件か調べさせたが、そっちは空振りに終わった。次に考えたのはプロの手に委ねればと奴が言っていたことだ。町中の肉屋に当たりをつけて探し回った結果、アルカから死体が見つかった。冷凍庫の枝肉に混じって凍った死体がぶら下がっていたらしいよ。おそらく死んだ後に頭を切り落とされているのは相変わらずだ。ただこれまでの死体とはいくつか異なる点がある。被害者は男、そして服を着ていた。死体が着てたのはこの国の軍服だって。礼服とかじゃなく陸軍の戦闘服。で、その肉屋から次のレコードは見つかったのか？あったよ。警察に見つかる前にレオが回収した。であれば、余計な推測は時間の無駄だ。どうせ、あの男はくだらん思惑の一部を語って明かしている。ご丁寧な解説を聞いてから、必要な分だけ探ればそれで十分だ。ごきげんよう、あなたのファントムです。今回殺したのはイタリア軍人というわけではなく、ごく一般の方でした。偶然大戦当時の戦闘服が手に入りまして、せっかくだからと着ていただいたんです。思い出深い方もいらっしゃるでしょう。懐かしいですね。国中が規制を上げていたあの頃。私、戦争なんてくだらないと思っていました。国と国とが領土のため、金のため、民草の命を駒に相争う。
なんと醜い行いでしょう。国のために泥まみれになりたいとは思いませんでしたので、私、従軍拒否させていただいたのですが、今は反省しています。あの頃の私はまだ子供でした。うまく殺せば殺すほど褒められるなんて、夢のようじゃありませんか。行けばよかった。ところで、以前もお話ししたと思いますが、私、美しいものが好きなんです。今もあなたの金髪にはとても惹かれます。その頭を膝の上に乗せて可愛がりたい。ああ、フランチェスカ様もお綺麗ですよね。いきなりの名指しで驚かれました。それとも予想しておられましたか？あなたは特に手がいい。どうでしょう。その両手、いただけません？上手に剥製にしてみせます。それくらいしてくれてもいいでしょう。だって、私の大事な人を奪ったのは、ブルローネマフィアの皆様ですし。ああ、ところで皆様。まだ私のファントムの正体をつかんでおられないご様子。大変失望しました。残念でなりません。もっと私のことを知る努力をしてください。いいですか？真の友情は一方通行では生まれ得ないのですよ。夜、眠る前、神様にお祈りした後で構いません。私が差し上げた言葉の数々を振り返り、私のことを思い出してくださいね。真に受けるなよ、ニコラ。僕の手はファルツォーネのために使うものだ。ファントムがいくら欲しがってもそう簡単にはあげられない。しかし、全く理解できんな。まあ、あれの思考を理解したいとも思わんが、フランチェスカの手のどこが特別だ？どの人間にもついているものが同じようについているだけとしか思えんが。というか、今回のレコードは情報が少ねえな。あいつの気持ち悪い趣味を聞かされただけか。今回の死体、どこかの組織をなぞらえてるようには思えない。お酒がビスコンティ、ネズミがラオ州としても投資だなんて。ファントムの殺しは組織になぞらえているんじゃない。きっと僕たちになぞらえているんだと。このレコードを聞いて確信したよ。今回の死体は僕に向けた挑発だ。その理屈で言えば、ネズミを使った拷問はラオ州ではなく、俺を名指しした演出というわけか。笑わせてくれる。
僕には従軍経験がある。だからファントムはわざわざ戦争の話を持ち出したんだよ。従軍つながりで軍服を着せたってこと？それだけでニコラに当てた死体って言い切るのはちょっと早いんじゃねえか。殺された人間にも心当たりがある。僕の知り合いだ。なあ、今まで殺された二人の身元はまだわからねえままだったよな。うん、警察でもまだ突き止めてない。首も遺留品もなかったから。今回の被害者は僕がたまに行くバールのバリスタだ。彼は体に特徴があってね。死体を確かめてすぐもしかしてって思った。調べてみたら数日前から行方不明になっている。なるほど、ファントムは俺たちの知り合いを殺しているということか。だがわからんな。せめて構成員やらを見せしめにしてくれるならともかく、店員と客程度の付き合いで殺されては次の被害者を予測しようがない。ひとまず死体については分かった。それぞれが進めていたファントムの調査はどうなっている？ファントムのスピークイージーを買い取ったのはシカゴマフィアだった。どうもファントムはシカゴの連中から高い買い物をしたらしい。おお、それは気になるな。その代金の一部としてスピークイージーを差し出したんじゃねえかって見てる。もっともシカゴの連中にしてみればファントムの商売は市場荒らしだった。詫びの意味も込めてるかもしれねえが。シカゴの組織とファントムとの間で何らかの取引があったのはほぼ間違いないか。ああ、だがその時ファントムが何を買ったのかはまだ分かってねえ。シカゴマフィアも秘密にしたいような何か。調べるのに思うより時間がかかるかもしれねえ。まあやってみる。ディレットーレの過去についてだが、めぼしい成果はない。前回話したようにリュウファンフイのつてをたどり、各地の華僑に命じて情報を集めさせている。しかしそもそもあの男に関する情報自体がほぼ明らかになっていないだろう。まあそうだね。ディレットーレが役人としてローマにいた頃までは前回分かったけど。それ以上遡ると謎だった。いつからいつまでこの国にいたのかさえわからない。確かな情報を得るにはまだ少しかかるが、時期頃合いだ。何かしら尻尾をつかもう。それでファルツォーネはどうした？めぼしい話はないのか？政府の動向についてだが、知っての通りファシスト党は俺たちを目の敵にしている。
昨年もシチリアの後はブルローネだって党大会でも何度かやり玉に挙げられていたらしい。その党内で今ちょっと気になる噂が流れているみたいなんだ。ブルローネは放っておいても潰れる、シチリアより早く片付くかもしれないって。そこまでは断言はできないけど、党が僕たちを陥れる準備が進んでいる手応えを感じているのは事実だろうね。そうか、願わくは俺を楽しませるだけの出し物を用意してほしいが。できれば目の段階で積んでしまいたいし、早急に対処するよ。なんとなく動きの全貌は見えてきたから安心して。ブルローネマフィアの足は救わせない。地元の市議たちへの根回しも進んでいる。俺も情報がある。生物の伝承に関する一部の情報が峡谷の外に漏れてる可能性があるって分かった。もうそんなことは起きないように対処してもらったけど。じゃあファントムは峡谷筋から生遺物の情報をつかんだってことか。それが事実なら随分と滑稽な話だ。峡谷は自ら不注意によって己の首を絞め、その穴埋めに躍起になっているとは。俺が峡谷の名誉を挽回する。他にもファントムの協力者がいるなら見つけ出して叱るべき対処をしようと思ってる。本当は早くファントムの居場所が分かればいいんだけど、そもそもまだ彼の顔さえ僕たちは知らないしね。ああ、派手な服に仮面をつけてるとは言うが、まさかその格好で街を歩きはしねえだろうしな。俺の方でも拠点にしやすい場所を調べたりしてるけど、やっぱり難しい。まだ空振りばかり。現時点で直接ファントムとやら自身を捉えようとあがくのは無意味だろう。働きも画柄に帰すのみだ。向こうが組織だって集団で動いてくれているならまだしも、2万近い人口の町に紛れ込んだ男一人を手がかりなしで探せるはずもない。それでも探さないわけにはいかない。引き続き各自で調査を続けよう。あ、それと死刑の発表はまだだけど。ファルチェで一家4人が死体で発見された。惨殺されてたって聞いてる。警察は無理心中って方向で考えてるみたいだけど。無理心中か。うち一人の死体はかなり腐敗が進んでて、死んだ時期がずれてるんじゃないかって。その話は初耳だ。今じゃマルコは官職に追いやられているからね、署内の情報も把握しにくくなっているのかな。その事件がファントムに関係あるかまではわからないが、心に留めておこう。
それよりあんたに関しての話もしといた方がいいだろうな。レコードはまたあんたのいる場所に届いた。ファントムに居場所を把握されてるってことだ。君が悪いならこれを機に別の場所に移ってもいいんだぜ。ま、どこに行っても把握されるのかもしれねえが。いや、頭のおかしな女だと思ってな。しかし、せっかくで、来るからには丁重にもてなしてやろう。どうしてもというなら、狩猟の部屋に立ち入る権利をくれてやってもいいぞ。ヤン、彼女を困らせないで。やれやれ、使徒殿はこれだから困る。女のどこが困っていたように見える？ん？どこって全部だけど。俺には喜んでいたようにしか見え。それは君の目が悪いんだと思うよ。面白い冗談だ。いいだろう、フランチェスカ。銃を抜け、遊んでやる。